遅刻しませんよ、ちゃんとちゃんと。もう5分前ぐらいから待機してた。そう、テロップも今日は早い。あ、そうだ、ちょっと待ってください。なんか普通にもう自分のルームでしている気分になってしまう。はい。AKB48 の明日よろしく、イエーイ。はい、皆さんこんばんは。 STU48 2期生の原田さやかです。お願いします。めっちゃ台本読んでる。お願いします。こんばんは、こんばんは。そうなんですよ、私初めてで、昨日高尾さやかちゃんが回してくれて回ってきました。え、そう、結構緊張してる、緊張してます私実は。そう、初めてだったから昨日の電話で明日よろしくって言われた時、普通なんて答えたらいいのか分かんなくて、なんかなんだっけ、任せろみたいな。え、任せろだっけ、なんか変なこと言っちゃいました。あ、説明、え、これ全部読むの、説明もっとあるはずって。あ、全部読みますか。あ、全部読む感じ、全部読んでる。はい、この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバーが自ら次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表します。え、これここまで読んでる、全部読む、これ。そう、え、全部読むの。これここぐらい。いや、ルールは分かってます。ルールはね、ちゃんと理解してるんですけど、あれ。え、最後までこれ読むのかな。ショールームの説明も読む。アカウントを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴するともらうことができます。さらに画面右左下にあるツイッターマークをクリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。ぜひ拡散してゲットしてください。待って、これ違う。待って、これ違うの。あ、なくなったの。あ、ちょっとごめんなさい、私昨日任せろとか言った割になんかすごいできてない。あ、じゃあちょっと今のなしでお願いします。今のなしでちょっと話をもう進めよう。情報が古かった、ちょっとお気になさらず。ちょっとなかったことにしとこう。はい、サーヤン、そう、高尾さやかちゃん、 ST48 の高尾さやかちゃんにから回ってきました。サーヤンはね、あ、そう、サーヤンが昨日私と話してる時間が癒しって言ってくれたんですけど、私も本当にサーヤンといる時間癒しです。なんか癒しっていうか安心できる。あ、今日のトークテーマは癒しの時間についてです。そう、お互いに癒しの存在に慣れてるらしくて嬉しい。LINE も返してあげてて、 LINE 返してる、 LINE 返してるよ。あれ、そんなこと言ってたの、さあやん。
でも私ね、癒しの時間、癒しってなんだろう、なんかいっぱいあるようでないかもしれないなって今日ずっと考えてた。未読スルーが多いと多くのメンバーから報告ありってあれあれ、いやでもね、でも違うんですよ。確かに確かに半年前ぐらいまでは結構返信遅めの人だったんですけど、最近ね割と早い最近割と早いということをちょっと報告しときますそう、ちょっとやっとね、そう、なんかほうれん草が大事だなっていうことに気づきました。ということで、癒しはねいろいろある。あれなんだか、そう、寝ること寝ること、でもさ、寝ることが癒しっていう人が多分一番多い気がする。どうですか、癒しじゃない？そう、ほうれん草、癒しじゃないの？寝てる間に結構私リアルな夢見ること多いんですけど、それも癒しの、癒される内容の時は癒しです20時間寝たことあります。最大本当にいっぱい寝れる。お風呂も癒し。お風呂も私長い私全部の時間が長いのかもしれない。お風呂も結構湯船に浸かってる時間癒しですね。あ、そう、昨日かな、進撃の巨人の世界に行く夢見ました。なんか戦ってた、そう立体機動装置つけて戦ってました私。でもなんか切るのがすごいちっちゃいナイフで苦戦してた本当にね、もうこれぐらいのナイフだったの、なんか知らないけど武器がすぐ食べられそうで、いやでもね、足をかじられた、血が出てたけど、でも楽しかったですね、夢見なかった、見てない気がする。で、なんだっけちょっと待って、癒しの話だよね。癒しは、あ、そう、最近ロケでお花、フラワーランドに行かせていただいて、そこでお花を見たりいただいたりしたので、今お家にいっぱい飾ってるんですよ、お花を。それを見るのは結構癒しです。癒しだなアイドルっぽいって別にそういうために言ったわけじゃないそういうために言ったわけじゃないんですけど、あとなんだろう、でも割と私癒しが不足してる気がします。癒しが不足してて、リコちゃんのね、お家で飼ってる、リコちゃんの実家にいるウサギのポポタンが最近すごい癒し、いっぱいね画像とか送ってくれる、リコちゃんがだから私もウサギと暮らしているっていう思い込んで生活したりしてますなんていうのかな、なんて言うんだろう、なんか想像して暮らしてる。
イマジナリーペットあ、それかもそれかも。イマジナリーペットとか本当にいるの？イマジナリーフレンドとか聞いたことある気がする。あ、ウサギの名前はね、きなこちゃんそれは決まってるの、きなこちゃんです。本当にこう調べて、もうこの子私は飼ってるんだ暮らしてるんだと思って想像して楽しんでます。そう、なんだったっけな、そう、ケガブラウンの品種も調べてたんですけど、調べてこの子にしようっていつか決めたんですけど、もう忘れちゃった。茶色のウサギ、なんだったっけな忘れちゃっただからちょっと癒しは私も癒し欲しい。イマジナリー推しあ、もう推しのアイドルをイマジナリーするってこと？そうね、イマジナリーなら何でも買えるしいいですね。大久野島ね、行ったことないんですよ。あのウサギがいっぱいいる島ですよね。なんか行きたいなってずっと思ってるんですけど、まだ一回も行ったことはない。いつか行きたいです。あとなんだろう、そうだね、尾道の猫ちゃんも、尾道はこの前行ったんですけど、全然猫に本当に遭遇できなくて悲しかったのでね、またあ、そう、サーヤンと私尾道に一緒に行こうみたいな話をそういえばしてたんですけど、まだ行けてないから行きたいな。覚えてるかな、サーヤン。そう、リコちゃんと尾道行くっていう、あの約束してるの。尾道が渋滞してます。え、あとなんだろう、癒しなんだろう、あ、リコちゃんの説明、あ、リコちゃんっていうのは工藤リコSDU の2期生の工藤リコさんのことです。リコちゃんと私のグループ名は、非公式ユニット名はさやかて工藤です。工藤さんどんな子ですかって、工藤リコワールド全開の子です。なんかこの前ね、何だったかな、なんか急に歌ってる、なんか作詞作曲工藤リコの歌が送られてきて面白かったです。そんな子です。あとなんだろう、そうだね、蛍光色の色の服着てる子ですね。
なんか面白い枝豆の子、そう枝豆の子だし、亀の甲羅しょってる子なんだろう、癒しは。あとはあの暗い部屋が好きです。私暗い場所が好き。お風呂とかも真っ暗で入るし、できるだけ基本家の電気はつけたくない派です。いや押し入れにはちょっと入らないんですけどさすがに入らないんですけど、あでもね、小さい頃はあの実家に畳の部屋があって押し入れがあってたまに入ったりしてました。懐かしい入ったりしてたな。あベッドの下に潜ったりもしないですね。あの私のベッド、あの潜れないんですよ。ベッドのなんて言うんだろう、下の部分が引き出しになってるから潜れない収納ベッドなんですね実は20分過ぎになったら電話しようかな、次のメンバーに。トゥー誰だろうって、誰でしょう。いやでも私ちょっとだけ緊張してますちょっとだけ緊張してるリコチ？サーヤン？サーヤンってさ、サーヤンから回ってきたのにサーヤンから回ってきたのにさ、返すのってありなのかな戻すのってありなのさあ誰でしょう。でも電話かけるのって緊張しない？私電話に出るのも結構緊張するんですよ。だから昨日ねずっと緊張してた。なんでだろうね。私本当に病院の予約に電話をするとかでも緊張する。なんでだろう人見知り、それはそう予想日の声なるかな、どうだろうちょっとじゃあ確かめててください。私が今の声から電話してる時声が高くなってるかどうか。そう歯医者のさ電話とか緊張する。予約入れてて予約行けなくなっちゃって予約変更したいんですけどとかいう電話が一番緊張する。すごい皆さんいっぱい予想してくれてる。リンゴパンの相方？あやパン？緊張するのは悪いことではないよって、ありがとうありがとう。お、20分なったじゃあ電話しよう。ちょっと待って、ちょっと緊張してるちょっと緊張してる、どうしよう。待って、緊張してるな。初めはあれだよね、スピーカーじゃなくてだよね。ちょっと緊張してるかもしれない
しようどうしよう、どうする、はじめだ、なんて言うんだろう、はじめこんにちはちょっと待って、台本確認していいですか今さら、はじめは、はい、はいはいはい、あ、なるほど、うん、あ、生配信中ですって伝えるんですね。あ、はいはい、ちょっとありがとうございますありがとうございますじゃあちょっと電話しますあ、やめちゃったか、もしもしあ、久しぶり待って緊張してる、え、ね、え、あのどうしよう、何年ぶりえ、私もすごい、なんかコメントで久しぶり、久しぶりとはみたいになってるえ、だよね、え、じゃあちょっとあのスピーカーをオンにしても大丈夫ですか、はいよし、あれ、はい、じゃあ、あれ、はい、はい、自己紹介、はい、自己紹介お願いしますはい、はい、NGT48 2期生の曽我部ゆめです、わー、はじめましてわー、ゆめちゃんね、はじめましてえ、ね、ちょっと緊張してる久しぶり、でもね今ね、うん、久しぶりずっとね見てたよ、30分嘘本当え、どうしよう、ちょっとそれはどうしよう、なんかすごいあわあわしながらやってたから恥ずかしい、うんでもねめっちゃ緊張伝わってきちゃって、え、本当緊張してるあ、ごめん、映っちゃった緊張が全然あ、はい、はい、え、どういうつながりって言われて、あの、はい、ゆめちゃんは小学校が一緒だった、はい、まさかの一緒でした、びっくり、ね、はい、すごい、もうすごいよね、うん、ゆめちゃんがアイドルになったって聞いて、うんうん、いや本当にこんな日が来るとは思わなかったから本当に、え、いつから知ってくれてたの、いつだろう、なんか友達に聞いた気がする、あ、あのじゃあ S ちゃんかな、あ、 S ちゃんだS ちゃんから聞いた、共通の仲良しの子、そう、お友達がいて小学校の、え、みんなびっくりしてる、え、びっくりしてる、びっくりしてる、え、でも初耳って初出し、初出しやんって初出しそう一回ゆめちゃんが、あの回して くれてようとしてたんですけど、その日、何だったっけな、何かあってできなくて、ね、ちょうどできなくて、そうだから、ね、もうよかった本当に嬉しい、はい、じゃあ、あのね、うんうん、あのね、さやかちゃんがさ、あの、なんだっけ、2期生のさ、公開オーディションみたいな感じだったじゃない、うんうん、その時にね、原田さやかって名前見つけた時にね、うん、マジですぐにね、あの母に電話してメンバーにめっちゃしまして、この子同級生なのみたいな、めっちゃ電話してたの、スタッフさんにも、え、本当だから、そうだからね、 NGT のスタッフさん全員ね、さやかちゃんが同級生って言ってたの、え、そうなのそう、嬉しい、ありがとう、ありがとう、めっちゃ嬉しい、よかった、なんかあれだよね、友達、その S ちゃんづてにさ、うん、あの、うん、受かった時さ、おめでとうってメッセージくれたよね、そうなの、めっちゃ嬉しかった、ありがとうねえ、よかった、ね、でもね、でもね、うん、ちょっと待って、さやかちゃんさっきさ、うん、LINE の返信早くなったって言ってたじゃん、はいなんか今、はい、なんか交換して早々丸2日帰ってこなかったんだけどえ
なこと。ちょっとね、まあ内緒にしとくね、じゃあ。ねえ、もう言ってるじゃん。もう言ったじゃん。あれれれれ。じゃあまあまあということでね。はい、ごめんね。明日のじゃあフリートークの、はい、テーマを、はい、じゃあまあじゃあ小学校が一緒だったということで。はい。ぜひお話ししてくれたら、はい、はい、覚えてる限りじゃあ、はい、なんだっけ、ねえさ、うん、待って、あのさ、さやかちゃんってさ、うん、何組だった？え、待って待って、え、待って、いつ同じだったっけ？あ、そう、今ずっと1組なんだよね。さやかちゃん何組だったっけ？え、多分、うん、あ、じゃあ、あの3年、うん、3年でうん、同じクラスだった。待って、嘘、ごめん。ちょっと待って、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 ちょっと待って、待って。さやかちゃんってずっと3組だと思ってたんだけど。え、待って、待って、待って。待って。待って、嘘、同じクラスなかった？嘘、あったのかもしれない。面白い。あ、ごめん。いや、全然大丈夫。ちょっとまたこの後ちょっと LINE で確認しよう。ということで、みょうにち、はい、よろしくお願いします、はい、任せろじゃあ、バイバイ、ありがとう、ありがとう、またね、バイバイ、バイバイ、またね任せろ言ってくれた NGT48 の曽我部ゆめちゃんに明日よろしくしましたはーいあれ、あ、どうでした、予想してた方います？予想が当たった方はいますでしょうか？絶対わからん。そうね、あのそういうあの関係があったんですけど、これまで本当に一回もお話ししたことなかったと思うので、お互いおらんやろうってあ、もう予想外だったあ、そう、ツイッターもフォローし合ってるそうなんですよ、だから今回初めてこうして関わるっていうか、お話したのも本当に小学校ぶりだから、え、嬉しい。ちょっとこの後またちょっと同じクラスがあったのかなかったのかについてはちょっと LINE でお互い確認しようと思いますあ、面白い。ちょっと LINE の返信もちょっとバラされちゃったあれ、いや、でもあれ、2日丸2日帰ってこないっていうのは、これはあの世間一般的には返信が遅いっていうあれなのかなあれ遅いの、あ、そっか、あ、いや、じゃあちょっと、うん、これからちょっと早めに帰そうあれちょっとどうしようかな さっきコメントがどっか行っちゃった。あれ、さっき読みたかったコメントがどっか行っちゃった。S ちゃんもね、あの S ちゃん共通の友達。S ちゃんめっちゃ可愛いです。はい。ということで、はい、じゃあということで。AKB48 の明日よろしくはそろそろ終わりのお時間ですそれでは最終ユーザーランキングトップ5を確認しましょう。はい、ランキング5位、山井さん、パチパチパチ。4位、
ちくわドーナツさん、パチ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 。3位ゆずきちさん、パチ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 。2位こみさん、パチパチパチ。そして1位さやまんださんです。ありがとうございます。ありがとうはい、ということでちょっとなんかいろ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 なんかあった30分でしたけど、すごい楽しかったです。ありがとうございましたお話ししてくださって皆さんありがとうございました。ということで生誕 T シャツの宣伝、生誕 T シャツ発売中ですので受付中ぜひぜひチェックお願いしますということで、はい、 AKB じゃないSTU48 の原田さやかでした。明日は NGT48 曽我部ゆめちゃんによろしくですバイバーイ、またね、ありがとう、バイバーイ。